皆さんこんにちは、こんばんは。仮想通貨インフォメーションの二の前と申します。私の動画では主に投資初心者の方、これから投資を勉強したいと思っている方に向けて配信を行っております。ぜひですね、最後までご覧いただけるととても嬉しいです。今回はですね、日本時間9日23時開催のですね、リップルの年次イベントスウェルについてと、世界の暗号資産普及率について少し触れていきたいと思っております。アメリカの政治家の一部の方はビットコインで給料受け取りを表明しております。マイアミ市長や次期ね、ニューヨークの市長、あとタンパ市長、タンパってどこかわからないんですけど、その方もですね、給与受け取りをビットコインにするそうです。なぜね、このようなことができるかというとですね、アメリカにはですね、もうすでに17,436 台の暗号資産の ATM があり、それだけね、身近に暗号資産を使っているので、今後ね、価値の上昇が見込まれる暗号資産で給料をね、受け取った方が得だとの考え方からだと思います。ちなみにですね、日本の暗号資産 ATM はたったの現状としては1台となります。アメリカだけでなく、フィリピンではね、今ね、爆上がり中の NFT ゲームアクシーインフィニティで生活費を稼ぎ出したりもしております。フィリピンの事例は、コロナ禍などの影響で仕事を失った人たちが、やり始めたようなんですけれども、すごく画期的で、新しいですよね。もうね、日本はというと暗号資産、後進国になってしまいました。暗号資産全体の時価総額は300兆円を超えております。その中で日本の仮想通貨保有率は数にして300万人未満です。300万人と聞くとですね、多いように思われますが、人口の 2.28% になります。先ほどアメリカの、給料の例を挙げましたが、保有率は、つい最近の調査でアメリカ人は、4600万人が仮想通貨を保有していると言われております。先進国だけではなく、インドなど、人口の多い発展途上国などにも日本は抜かれております。しかしですね、ここから重要なんですけれども、やっとですけれども日本も、仮想通貨に注目してきました。だからこそ今がチャンスだと思っております。稼げると、思って、多くの人が手を出すより先に、知識や、情報を持っていた人が勝つのは当たり前です。投資は情報の速さが重要です。稼いでる人の多くは情報収集に多くの時間を割いています。ただ仕事があってそんなに時間を使えないという方もいるでしょう。私もそうでした。今では私の、元に多く情報入ってきてます。現状仮想通貨市場は、かなり、盛り上がってきております。ただ、上がる時もあれば下がる時もあります。その前に、勝ち逃げすればいいだけの話です。私の公式 LINE では登録していただいた方限定で、少額からでも稼げるアルトコイン情報や、爆撃につながるエアドロップ情報など有益な情報を無料でですね、配信しておりますので、ぜひ友達登録をして、情報を受け取ってください。今の生活を変えるには行動が必要です。動かなければ何も変わりません。私と一緒に夢のある生活を手に入れましょう。よかったらチャンネル登録とグッドボタンも押していただけると嬉しいです。はい、次にですね、11月の9日23日、間もなくになりますね、始まる、リップルの、年次イベントスウェルがいよいよになります。前回の動画で、ご説明しましたが、改めて少し、ご紹介いたします。スウェルというのはですね、毎年、10月から11月頃に開催されるリップル社が、主催する年次の大型イベントになります。2021年で、5回目を迎えますね。スウェルでは、毎年ね、2、3日間にわたって送金や、金融の、未来の技術、関連企業の新しい発表が行われます。主に暗号資産であるリップルに関わるですね、最新情報を毎年注目が集まります。はい、これがですね、2018年から2020年までのですね、スウェル開催日、前後のですね、グラフになります。2018年はですね、スウェル開催日がですね、10月の1日なんですけれども、9月1日比でですね、70% の上昇を達成いたしました。イベントの通過後にですね、その上昇率を上回ることなくですね、下落をして、12月にはマイナス圏に突入するという形になりました。で、2019年にはですね、2018年に比べて落ち着いた値動きではあるんですが、上昇傾向を描いて、やはりスウェル開催直前の
2019年は11月の6日に開催だったんですけれども、9月1日比で 23% 上昇しております。そしてまたこれもやはりになるんですが、イベント開催後は下落になります。で、12月にはマイナスの 20% で、そしてですね、2020年、去年ですね、9月の、ね、初めにはですね、マイナス圏での推移となる動きだったんですが、去年もね、コロナ禍ということもありですね、なかなか冴えない値動きだったと思います。例年通りだと開催直後からですね、値下がりし始めているのが恒例となっております。こちら収録時になりますが、現状は142円を少し、上に触れておりますが、前回の動画でも言いましたけど、短期で持たれている方はね、一旦手放すのもありかと思います。はい、いかがだったでしょうか。今後もですね、有益な情報を配信していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。本当の最新情報やお金になる情報はある意味早い者勝ちです。この先ね、仕事に明け暮れるだけの人生、欲しいものも買えないで我慢する日々から脱出するためにね、自分を変えたいと思っている方、ぜひね、私の公式 LINE の方ね、登録していただいてですね、最新のエアドロップ情報や少額からでも稼げるね、アルトコイン情報、随時配信して、少しでも皆さんがね、豊かになるような情報をお伝えしていきますので、概要欄の方から、公式 LINE の方登録できますので、ぜひよろしくお願いいたします。もちろんね、登録もタダになりますので、あとですね、今後の動画の配信のモチベーションになりますので、ぜひチャンネル登録、あとグッドボタンね、押していただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。